スタニスラフ・マノレフは、ブルガリア・ブラゴエ・ブグラト出身の、元同国代表サッカー選手、ローク・ピリン・ブラゴエ・ブグラト所属。ポジションは右サイドバック及び右サイドハーフ。気象が激しい選手として知られ、クラブでは頻繁にカードを提示され、代表では監督と衝突している。ちなみに、2011から12シーズンで通算11枚のイエローカードを提示され、 エールディビジのシーズン最多タイ記録を保持している。ブルガリアピリン1922でキャリアを開始したマノレフは2005年初旬にリテックス・ロベチと契約し2008年に国内カップのタイトルを獲得。5月21日の同体会決勝 PFC、チェルノモレ・バルナ戦で53分に決勝点を挙げて優勝に貢献し、さらに同試合の最優秀選手に選出された。 翌2009年5月26日に再度カップ戦のタイトルを獲得した。PSV アイントホーフェン2009年7月25日にオランダ一部の競合 PSV アイントホーフェンと3プラス2年契約を締結。報道によると遺跡金は310万ユーロで PSV から将来遺跡する際の遺跡金のうち20%が全所属のリテックスロベチに入ってくる。 入団会見で PSV のフレットルッテン監督はマノレフをユーティリティ性の高い選手と評した。2009年8月6日にチェルノモレトの UEFA ヨーロッパリーグ2009から14戦3回戦を先発で公式戦初出場を飾った。同試合でチームは1から0で勝利したもののマノレフは24分に1枚目のイエローカード44分に2枚目を 提示された以上した。リーグ戦初出場となった8月9日の FC、トゥーエンテ戦では1点を追いかける中で、ジュジャーク・バラージュの同点弾をアシストし、69分にヤンクロン・カンプと交代するまでプレーまた、同試合でもイエローカードを提示された。先発フル出場した8月16日のアヤックス・アムステルダム戦では、75分にオトマン バッカルの決勝点をアシスト、8月23日のナックブレダ戦でにアシスト、9月12日のローダ JC 戦で初得点、10月18日に KNVB カップのローダ JC 戦で公式戦に得点目、2010年4月14日に SC ヘイレンフェーン戦でリーグ戦に得点目を挙げた。これらの活躍から移籍1期目終了後の2010年5月に、 a シガーディアンのオンライン版は、マノレーフの右 SB での印象的なパフォーマンスから、ヨーロッパのトランスファーターゲットのトップ50に選出した。しかし、シーズンを重ねていく中で、攻撃面で活躍を見せて一部から人気を集める。一方、信じられないミスを犯して、チームを危機に追いやって、批判を浴びなるなど、不安定なプレーに終始し、クロス精度の悪さから、 ボネーブルインターナショナルの評論家であり、元 PSV の選手であった、レネファンデルハイプからたびたびからかわれブラインドホース、との不名誉な相性を得ている。それに対し、マノレフは、オランダのテレビは見てないし、気にしてない。15回は、良いクロスを上げているし、誰でも守備で時にミスをする。自分は、攻撃が好きで、守備ばかりしたくはないし、 監督は前に上がることを認めている。それに、欧州の大きなクラブの SB は攻撃的だ。と語り、2012年3月には2014年までの契約延長を勝ち取った。しかし、2012から13シーズンに就任したリック、アドフォガー,ート新監督は、彼は3年間間違ったポジションで使われていたんだ。彼は右バックではなく右ハーフと語ったように右。 サイドバックの一番手はアティバ・ハッチンソンが務めることになり、前線での出番もなく、出場機会が激減した。フラム FC2013 年1月31日に、マルティヨル監督率いるイングランド一部のフラム FC へシーズン終了までの期限付き移籍をした。ヨーロッパで最悪な右サイドバックと呼ばれるマノレフの獲得に対し疑問の声が上がったものの、ヨル監督は、 レディング FC へ移籍したスティーブン・ケリーの後釜として期待を寄せた。しかし、右サイドバックのポジション争いで、サシャリーターの後陣を廃止、出場数わずか5試合に止まったこともあり、完全移籍のオプションが行使されることはなく、PSV への復帰が決定した。f c クバンクラスのダール2014年に PSV を退団し、ロシアの f c クバンクラスのダールに移籍。 同年後半は FC ディナモモスクワでプレーし、翌年2月26日にはクバンと再び契約した。クスカソフィア2016から17シーズンより PFC クスカソフィアへ加入し母国に復帰した。2008年8月20日にプラメンマルコフ監督の下でボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合でブルガリア代表初出場を飾る。2010 FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のイタリア戦とモンテネグロ戦に招集されたが出番はなく11月のセルビアとの親善試合で後半から45分出場その後2010年 W 杯予選のアイルランド戦とキプロス戦の2試合で先発出場した2012年9月7日に 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のイタリア戦で代表初得点となる先制点を挙げた ありがとうございます。